歴代最強と称えられた者の末路か。次はうまくやる、やり直すんだ。今度こそ狡猾に生きる。もう一度。もう失敗しない。これは精霊。魔力も使えない奴が学園に来るなんて迷惑。力とは数だ、強さとはそれを操る狡猾さだ。個人の暴力なんて世界にとっては取るに足らないよ。最強陰陽師の異世界転生記、2023年1月放送開始。